この赤いユニフォームを、着るのも今日で最後というのはとても残念に思います。このユニフォームを着て約12、3年間皆様と共に、なんだ、ありがとうございます。この12、3年間、あれ？なんだ、なんだ、違う、いいじゃん、大丈夫。皆さんと共に、戦えたことを本当に誇りに思ってます。まあ、今日でこのユニフォームは着れませんが、これからがまだ始まりだと思ってます。だからこれからもサッカーを続けていきたいと思ってます。まあとはいってもまだチームは決まってないんですけども、このままなくて何もなかったらぜひ力でアルバイトさせてください。でも、まあ、どこのチームに行くか分かりませんが、もし浦和レッズと対戦することがありましたら皆様の盛大な大ブーイングをよろしくお願いします。どこへ行っても何をしてても僕はこの浦和レッズ、浦和をずっと愛してます。本当に皆様には感謝の気持ちしかありません。本当に長い間ご声援ありがとうございました。続きまして内館選手から皆様にご挨拶をさせていただきます。選手から皆様にご挨拶をさせていただきます。13年間、本当に、皆さんの熱い応援をいつもいただきましてありがとうございました。正直赤いユニフォームをもう着れずに、まあ、ここのグラウンドでもうサッカーができないのかなと思うと、すごい寂しい気持ちでいっぱいです。まあ、今後のことは、まだ正直決めてないところもあるので、今日の夜にでも、まあ、岡野さんと2人で飲んで色々と考えていきたいかなと思います。本当に楽しい思い出もありましたし、辛い時期もありましたし、まあ、今シーズンもなかなか、チームとしてもいい形で終わることができなかったんですけども、浦和レッズはこれからもっともっと良くなっていかなきゃいけないチームだと思ってますし、皆さんの力がそれには必要だと思っています。これからも、
ずっと、まあ、自分も元々浦和なので、実家も浦和にありますし家も浦和にありますし、浦和からはもう離れられないと思ってますんで、まあ、これからは本当に皆さんと一緒に盛り上げていけたらいいなと思っています。本当に長い間ありがとうございました。続きまして、5年間コーチ監督として浦和レッズを支えてくれましたゲルト・エンゲルス監督に花束を贈呈させていただきます。うち、岡、お疲れ様です。皆さん、5年間ありがとうございました。2週間前ぐらい3試合前、あと1点差優勝争い入った今日6-1負けた、すみませんでした。でも本当に5年間この雰囲気で非常に楽しく仕事できた。もう一回皆さん5年間ありがとうございました。岡野正幸選手、そして内立英樹選手、ゲルト・エンゲルス監督への花束贈呈と、そして、最後の挨拶でした。岡野選手